ラブラするめっちゃ。こんばんは。もうねこれ無理なのかな、頭切れちゃうけどしょうがない、ギリギリで生きてるんで。よし、公演お疲れ様、ありがとう。今日初アルファ公演でした、ありがとう、ありがとう。滑り込み、滑り込みですあと15分ってなって、いつもねもうできな、最近さめっちゃ遅くて反省会とかできてなかったんですけど、久しぶりに配信できました。めっちゃ公演楽しい、青春公演。今日はねユニット、新しいユニットさせてもらって、アーカイブ待ちありがとう、ラブアッシュ、ラブアッシュをさせていただきました。今日はめっちゃ緊張した、本当になんかドキドキ。どうですか、どうでしたか見てくださった方はいらっしゃいますか。マジ？そう、よかった、めっちゃね不安やったんですけど、え、よかったですか、本当にやったよかったです。ハマってもらえますかよかった。これでね3ユニット目なんですよ、もうで、ツンデレにポジやってるんで、めっちゃなんかいきなりねこんなそうだから4つ目ですね、ポジション、ユニットのポジションは。嬉しい、嬉しいな。もっとね研究しないとダメなこといっぱいあるんですけどね、嬉しいな。ユニットめっちゃ好きだから嬉しいな、いっぱいできるの。でももうねこんな早くにさ全部 見せちゃってさ、もうギャップね出せないで、出せないというかもう新鮮見なくなっちゃうんじゃないかなって。どうですかね、なんか半年後ぐらいになんか変わり映えしねえなみたいな感じにならないですかね。嬉しい、嬉しいです。ジュクロやるマジ最終兵器ですね。でもほんまにめっちゃ嬉しかったのが、ダンスの先生になんかしおりさんとやったんですけど、めっちゃしおりさんと音の取り方とかなんか力の入れ方が似てるみたいな言われて、だからすごいよ2人の相性じゃないですけど、そうなんかいいってこと、いいみたいな感じのことを言ってもらって嬉しかったですね。すごい友達もなんかガールズペディアさんの写真、あのペアグラビアさせていただいた時の写真見て、めっちゃなんかこの2人っていうかしおりさんと弥生の一緒にいるのめっちゃいいみたいな言ってくれて、友達も嬉しい。めっちゃね新名とかも多くて嬉しかったです。ありがとうございます。いっぱいペンライトもね見えたし、コールも聞こえましたよ、めっちゃありがとうございます、嬉しいな。めっちゃでかいコール聞こえたんですよすごいと思って、超ラブアッシュの途中でめっちゃでかいコール聞こえてきてちょっと元気になりましたね、後ろ見てる時って思ってましたアミアヤめっちゃ可愛かった。そうアミアヤが今日は出てくれてたんですけどね、2人ってほんとずっと一緒にいるんですね、めっちゃ可愛い。なんかそう
ほんまに2人でいたらほんまになんかほんまにセット感がすごくてね、めっちゃ可愛い。1人ずつでもさめちゃくちゃ可愛いけどさ、本当にやばいやばいよ本当に。なんか2人とも結構バブな顔ですよね。さくちゃんがめっちゃお姉さんに見えたもん。そう、彩香がねウィンブルドンのセンターで両脇に編み合いだったんですけど、私ん時よりやばいやんって思って、そうめっちゃ嬉しそうだったよ。もうずっと自慢してきたもん、なんか今日編み合いに挟まれるから私みたいな感じでずっと自慢してきたんですよ。めっちゃ面白いね。え、そうさくちゃんさほんまにお姉さんね、確かにそう見え、めっちゃねさくちゃんがお姉さんに見えるよね。え、何？そう。やっぱ超ニコニコでしたよ。そろそろ捕まるかな。大丈夫かな。なんかめっちゃさ X 見てたらさ、今日ストレート可愛かったみたいなめっちゃ言ってもらったんですけど、今日一応ね巻いてもらってるんですよこれ。なんか大人っぽい巻きにしてくださいとか言ってラバー師だから大人ぶろうと思って。なんですけど、あのもう髪質が髪質なんでね、やっぱゆるい巻きにしてもらったらすぐ落ちちゃって、めっちゃストレート可愛かったよみたいないっぱい結構3、4、5個ぐらいあって、そのコメントが、それは持ったかもしれない、それはちょっと多分持ってるんですけど。メイクやけ美味しい。そうめっちゃね今日はメイクしてもらったんですよ自分で。なんかちょっと気合を入れる日はしてもらうんですよめっちゃ。メイクさんにいつもはちょっとなんか時間ないから自分でやろうとか思うんですけど、だからめっちゃこことかにキラキラ入れて くださってて、こことかめっちゃ嬉しかった。世界一可愛い、ほんまにグータッチ、グータッチ、髪質ね、なんかもうでも本当激強なんですよ毛が、毛が激強で本当に足の裏に刺さるぐらい毛強いんですけど、だから全然染まらなかったし最初、今ちょっと結構明るくなってきたけど本当に染まんなくて、そうい、つもキラキラ輝いてるけどな、ありがとう。それは弥生がキラキラってこと？それとも目がキラキラってこと？今日はカラコン してました。これはメロットですね。メロットです。ヒロインルールです。髪激弱いので分けてください。え、本当にめっちゃでもね、いろんな人に分けてって言われるんですけど、私は本当に分けたいと思ってるよ。もうツインテールとかこうなんか三つ編みにしたら締め縄みたいになるんですよ本当に。めっちゃ多いし扱いにくいですよ結構。ツインテールとかしてこうなんか何気なくメンバーにギュッとかやられるじゃんみたいな、ちょっと戦慄が走ってるんですよ。やばいみたいな、ポニーテールじゃんみたいな言われますねいつも。嬉しいな、いっぱいコメントありがとう。締め縄、そう締め縄強そうですよ、めっちゃ強いよ。締め縄になっちゃうからさ本当にそれはそれで困るよちょっと。そう、うん、そうなんですよ。でもずっともうちょっとなんか染めたりとか繰り返してたらもしかしたら柔らかくなるかもしれない。でも最近ちょっとねなんかシャンプーちゃんといいの使うようになったらちゃんと髪の毛復活しました。一時期本当に染めたからかなめっちゃ死んでて、本当にもう毛全部枝毛みたいな感じだったんですけど、ちょっとだけ復活しました。え、わかる、ポニーテール人の顔に当たったら本当に嫌な顔っていうかもう本当にダメですよね。
まあまあね、ママママとかも絶対多い方がいいよみたいな、多い家系なんですけど、ママももう最終的には絶対多い方がいいからって言うから、まあじゃあいっかって思って今耐えれば。でも時間結構やばいですね。ランキング読んだ方がいいかな。あと1分、あと1分したら見ます。じゃあ楽しかった公演、5回目、5回目なのかな。でも全部出てるから嬉しいですね。コンプリートできそう。頑張ります。次はいつか分かんないんですけど、12月ね、誕生日の方多いから、うん、もうすぐ本当にこの配信が終わったら皆さんアーカイブ見ていただけるんで、ぜひ見てください。僕の青春公演、 M も出てほしい。 M ね、 M さんね、めっちゃ瀬戸里が本当に好きだし、衣装も可愛いし、またぎしたいですね M さん。でも本当にさ、寂しい、好きなっていうか、皆さん好きだけど、なんか特になんだろう、仲良くって言ったらおこがましいけど、めっちゃお話ししたりする先輩とか、もちろんはるかさんもだし、れいこさんもだしね、本当寂しい、めっちゃ寂しいな。やっぱりさ、めっちゃ時間かかるタイプなんで、そうね、めっちゃさ、ほんまに寂しい、なんかもう泣いちゃ、涙出てきちゃう、本当に卒業ちょっと待ってくださいとか聞いたら、なんかもう涙、もうもういやーって思っちゃうから、本当に悲しい、寂しいですね。やばいやばいやばい、本当にやばいよ、3分しかないよ。ランキング読みます。13位、鉄板さん、ありがとうございます。12位、ルートさん、ありがとうございます。11位、ジンちゃんさん、ありがとうございます。10位、本田さん、ありがとうございます。9位、つかさん、ありがとうございます。8位、ことはちゃん、ありがとうございます。7位、しろちゃん、ありがとうございます。6位、雄大さん、ありがとうございます。5位、かきさん、ありがとうございます。4位、山田ライクアムービースターさんありがとうございます。3位、モンブラン、ありがとうございます。2位、ヨシラッシュさん、ありがとうございます。1位はクラポン、ありがとうございます。ありがとう、おやすみなさい、ありがとう、ありがとう、お疲れ様、ありがとう、いっぱい寝ますね。ありがとう、おやすみ、おやすみなさい。これが終わると同時にね、あのアーカイブ配信見れるようになるんで、ぜひ見てください皆さん。ありがとう、お疲れ様、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみ、コツニャン、コツニャン、配信ありがとうね、ありがとう。リハも頑張るよ、もうすぐ、本当にさ、全然時間なくてびっくりしちゃうよね、全然意外と時間なくてびっくりしてます、本当に。ありがとう、いっぱい寝ます、いっぱい寝れるか微妙ですけど、いっぱい寝ますね。あと1分、これあと1分しないと多分、いや15分、いつから15分、いつで15分だ、めっちゃキワキワ攻めてますね結構。おっ、15分経った、よかった。これやったことにならないらしいよ、15分経たないと。なんと、よかった、ギリギリセーフおやすみなさい、ありがとうございました。公演またします、配信も来てください。
休み、これ切れるまでやろうかな、切れるまでやります。お、切れるかな。ありがとう、ありがとう。